セーブクリーンナップ限界突破、これやばいでしょ。スタメンの中で一番打率の低い選手が4番なのか。でも最近4番おかわりさんを叩くスレ見たしファンは喜んでるよ。溜まったランナーをクリーンナップできなさそう。どうせ今日の先発コータカ橋で負ける日だし、どうでもいいわ。いつしか楽天以下の打線になってたとは、そらダントツ最下位になるわな。逆に負けたらくっそ叩かれそうで怖いわ。今日はどっちの猫が負けるんや。栗山が強打者に見えるわな。パリーグの投手相手の成績じゃないの、セリーグ相手ならチャンスはあるよ。冗談抜きで史上最弱クリーンナップやろ。山川いなくなって困ってるから山山川並べるんご。おかわりスタメンでも年齢が限界突破してるし、積んでる4番を西武に上げるとかヤクルト優しすぎない？誰でもやれそうな夢を見させてくれるな。野球チームを作るゲームの初期みたいやな。おじいちゃんとよくわかんねえやつ2人、ひどすぎだろ。プロ野球史上最弱クリーンナップだろ。どんなチームでも1人は強打者いるもんなのに。栗山何歳だよ、いつまでやらせるんや。戦時中で主力が徴兵されたチームみたい。ご視聴ありがとうございました。